にちは、北グルです。今回は昨年伺った札幌にある食べ放題のお店を4店舗ご紹介していきます。札幌には焼肉や海鮮など食べ放題のお店がたくさんありますが、美味しいお店が多く揃っていますので、2023年のお店選びの参考になれば嬉しいです。ぜひ最後まで見ていってください。はい、では1店舗目は根室食堂というお店です。こちらのお店は夜は居酒屋、お昼は海鮮バイキングを食べることができる海鮮居酒屋になります。場所は地下鉄札幌駅22番出口から出て南側に進み徒歩3分、バホテル TKP の1階にあるお店です。店内はテーブル席と半個室席の広々とした空間で、パーテーションもあり、お昼は1人でも行きやすいと思います。ビュッフェの内容ですが、制限時間は50分の1180円というリーズナブルな価格で食べることができるのが特徴です。根室食堂さんは一品一品のクオリティも高く、カニやカキも食べることができてこの値段設定なので、正直全国で探してもなかなかこのレベルはないんじゃないかなって思うお店です。50分という制限時間なので、ゆっくりと食べて話して過ごすという感じではないんですが、サクッとお腹いっぱいに海鮮を食べたいという方に特におすすめです。一品系の料理や北海道名物のザンギがあったり、北海道なので海鮮を食べたいという観光の方にもいいんじゃないかなと思います。気になった方はぜひ行ってみてください。はい、では2店舗目はしゃぶしゃぶ第一というお店です。こちらのお店は2022年の10月にオープンしたお店で、厳選されたラムしゃぶと豚しゃぶを食べることができる居酒屋になります。場所はすすきの駅3番出口から徒歩1分、第3グリーンビルの2階にあるお店です。店内は黒を基調としたシックな高級感のある空間になっていて、一人でも行きやすいカウンター席や接待や大切な時に利用できる個室席など合計125席のかなり大箱になっています。すすきのの夜景を一望できる席もあり、雰囲気も抜群です。食べ放題のシステムはテーブルオーダーのバイキングで、食べ飲み放題120分4000円から食べることができて、一番人気は5000円のラムと豚どちらとも食べれるメニューになっていて、今回はそちらを注文しています。お店の特製ダレの味をしっかりと楽しむラウス昆布を使ったシンプルな出汁と、カツオベースの濃厚な金の出汁でしゃぶしゃぶを食べることができます。金の出汁はたくさんのネギと一緒に食べると、タレにつけなくても最高に美味しく食べることができるのでおすすめです。サイドメニューやタレも豊富で、ジンギスカンダレのような味付けのタレに卵黄、特製七味が乗った特製卵ダレや、北海道を感じることができる塩辛がついた芋餅、
女性に人気なチーズや餅のしゃぶしゃぶもメニューに含まれています。今回は注文していませんが、海鮮丼も食べることができて大満足間違いないお店かなと思います。観光だとジンギスカンがやはり定番ですが、ラム肉のしゃぶしゃぶも本当に美味しいので、地元の方だけではなく観光の方にもぜひ食べてほしいお店かなと思います。はい、では3店舗目はブロガドというお店です。こちらの店は本場ブラジルの雰囲気を楽しめるビュッフェスタイルのシュラスコ専門店になります。場所は JR 札幌駅西口から出て徒歩2分、紀伊国屋書店の隣にある JR55 札幌ビルの8階にあるお店です。店内に入ると芸能人や有名人のサインがずらっと並んでいて、内装は綺麗で高級感がある落ち着いた空間になっています。シュラスコビュッフェの内容ですが、制限時間は120分の3980円で、飲み放題をつけると4980円から食べることができます。ブロガドさんはビュッフェメニューの他にシュラスコのメニューも豊富で、厳選された道産の牛肉や豚肉、鶏肉、フルーツなど目の前でさばいて提供してくれます。あらゆる部位のお肉を楽しむことができて、お肉好きにはぜひ行ってほしいお店です。デザートも種類が豊富で、お肉も含めたら気になる料理が多く、食べきることができないくらいいろいろとありますので、2回目も行きたくなるようなお店だなって思います。札幌駅から近いという立地も含めて行きやすく美味しいお店なので、気になった方はぜひ行ってみてください。はい、では4店舗目はクリスタルジョジョというお店です。こちらの店は本場ネパール人が作るインドネパールカレーと自家製ナンを食べることができるお店になります。場所は地下鉄栄町駅2番出口から出て徒歩10分、スドームの方向へ歩くと着くお店です。ちょっとわかりづらいですが、フットサルスタジアムの横に隣接しています。店内はネパールの音楽が流れている綺麗な空間になっていて、席はビュッフェの人と単品メニューの人で分けられています。ビュッフェのお店としては比較的小さな作りの店内です。ビュッフェの内容ですが、ランチ、ディナーどちらも制限時間は60分1310円で食べることができます。
クリスタルジョジョさんのカレーは全4種類のカレーをチーズナンを含む自家製ナンやご飯などで食べることができて、日本では珍しいような一品料理も揃っている、かつこの値段なのでかなり満足度の高いカレー屋さんだなと思います。カレーはよく食べ放題にあるようなサラサラとしたカレーではなく、しっかりと野菜やゴロゴロしたお肉が入った旨味がしっかりと溶け出しているトロトロ系のカレーで、夏系の香りが漂う甘口のカレーになっています。本当にどのカレーを食べても美味しいものばかりなので、そこが嬉しいポイントだなって思います。ここのお店はチーズがたっぷりと入ったチーズナンも人気で、ふわふわもちもちの生地は一度食べるとリピートしたくなる味です。カレー好きやナンカレーが食べたくなった時はぜひ行ってほしいお店だなって思います。